過去にあったこちらをやっていきます。そんな難しいの？水第2のリカチマルは最後は私リカチマルと直接対決してみんながどのくらい天才なのかを証明してください。では続いて行うのは対決天才リカチマル。はい、みんなが本当に天才ならばきっと私にも勝つことができるはずです。ということでこれまでの番組で行った検証リカチマルというものをみんなと一緒に挑戦して勝敗を決めていこうと思います。検証リカチマルとは、はい、っていう感じですよね。本編のなんか合間に挟み込むちょっとしたコーナーなんですけど、早口言葉とか無難に言えばができるかどうかとか、はい、あとは重さ測り器を見ずにぴったり5キロ乗せられるかみたいなものが、そういう本当にちょっとしたことで天才を見極めていくという検証コーナーになります。では過去にあったこちらをやっていきます。天才ならばその味覚嗅覚も優れているはず。水の中にうっすら溶け込んだジュースが何かテイスティングして当ててください。おー、はい、やこれは私は得意です。缶の下をお持ちで、はい、繊細なんです。いや、それで当てられないんです。はい、今回 A から E まで用意しております。その中から、どれか一つまずは選んでください。なるほど、じゃあ B で、じゃあ C で、 A で、いい、はい、揃ったところでじゃあまずは A から行くか、あ、順番に、はい、A から、はい、A から行こう。いきます。はい、ただの水どう、いや、なんか感じます。何か、はい、全部飲まなくてもいいんだよ。もう飲んでも飲んでも分かんないのか。そんな難しいの？ちょっとできる気がしない。あ、なんとなく分かった。はい、答えをどうぞ。カルピス。正解は、全然、ちょっと分かった上でちょっと飲んでみて。 A はオレンジジュース。やばい、違くない？やばい、違う。これ難しいの？そう、分かんないんだ。怖ー、やばい。じゃあ次、 B はいなく、あ、 B はいるの？ B です。じゃあ、 B、いただきます。はい、は？聞いたこと、はって。え、もうなんか最初に匂い嗅いだ時に思ったのがでいいですか？うん、味ちょっと分かんないんで。スポーツ飲料。正解は、おー、やったー。いや、すごい。しかも鼻で分かった。分かった。すごい、嬉しい。じゃあ次が C。 C、 Cコップの色に釣られて桃に見えてきました。あるよね。みんなで飲んでみる？いや、飲んでみたいです。ちょっとぜひ、うん、飲んでみたい。助けてください。いただきます。 C、 C、 C、香りするんする。うん、何かわからない。どうですか皆さん、どうですか皆さん。味はめっちゃするんだけど何かわかんないんですよ。果物系な気はするんですけど、うん、知ってる味だぞこれ。答えていいですか？じゃあ一応言ってみていいですか？
リンゴ。私も言っていいですか。梨。私もイチゴ。あ、イチゴ。私もいいんですか。ブドウで。全然わかんない。なるほどね。あ、こういうタイプの野菜ジュース。いやわかんないわかんないわかんない。難しいねこれ。これはわかんなかったね、うん、一応部分的には合ってるみたいな。難しい。いろんな味がした。じゃあいきます。いい。匂いは全くしないんですよね。え、あれ？おや？わかりました。おお、いきます。コーヒー。おー、すごーすごくないで、ちょっとみんなに飲んでもらいたい。飲んでみたいな。